久保さん。いやー、ちょっと安倍さんのはすごいちょっと衝撃的なニュースでしたねうん。日本でこんなことがあるのかと。あるんですね。怒っちゃいましたね。うんやっぱね、総理大臣の中で、やっぱ安倍さん、なんかね、ネット上でも、なんか安倍総理がその辞めるときに、一番、 安倍総理がネット上に出叩かれたというか、話題にされたというか、うん、なんか今までね、日本の総理っていっぱいいろいろ入れ替わり立ち替わりありましたけど、やっぱ安倍総理長かったし、うん、まあ、なんだかんだ言って、なんか、安倍さんみたいなね、うん、ありましたよね。 本当何があるかわかんないですね。で、今回は、安倍さんの、まあ、部、部活、部、部っていうね。まあ、ちょっと安倍さんの話はもうね、別にどこでもやってると思うんで。まあ、あの、僕はね、部活動をやってまして、あのー、他の人とちょっと違う人生、他の人と同じ、えー、ね、安倍、まあ、ちょっと安倍さんの話もちょっと紐付けると、 久保さんがね、安倍さん、安倍総理が道を書いたというね。うーん。その、そういう家系に生まれて、もう、なんだ、政治家になるしかないみたいなね。で、実は僕はですね、拓郎っていうね、その、卓がね、卓球の卓なんですよね。で、これは親父が卓球が好きで、なんか息子にまあ、なんか卓球やらしたいなっていう気持ちがあって、なんか卓球の卓をね、 つけたっぽいんですよだからまあ僕も道は決まってたというかね。だからまあ結局うん、最初ね、僕サッカーやってたんですよ。で、サッカーやってたんだけども、まあ、親父が卓球好きで、親父がいろんな、なんか、卓球で、まあ、なんか、ついてって、見てて、で、なんか、結局やるようになって、まあ、強制的ではなかったと思うんですけど、まあまあまあ、そういう道だったんだろうなと。 まあ、とりあえず、無類の親父が卓球好きで、なんか、その、いい一緒になんかいろいろ行ってたんですよ。で、小学校3年生から大学卒業まで、だまあ卒業というか大学のインカレか。大学のイン,インカレっていうのがあるんですよ。まあインターハイみたいな。それが終わるまでやったんで、13年ぐらいやりましたね、卓球。14年か。 いや、でもね、うーんまあ、今、卓球で飯は食ってないですけども、その、まあ、部活、まあ、卓球を通してね、僕はまあ、まあ,あ、る程度、まあ、他の人にはないメンタルはね、あの、手に入れたのかなと思いますね。他まあ、メンタルというか、なんすかね、あの時あんだけ、ああいうことあった。でもな、正直、あの、うん、ビジネスと部活とあんま関係ないっちゃ関係ないな。すいません、関係ないですね。 うん。あ、関係あるのかなどうなんだろうななんかね。うん、関係あまあ、どっかで繋がってるかもしれないですけどね。まあ、よくね、その、うん。なんか、この話をすると、吉田さん、昔、スポーツやってたから、卓球やってたから、そのメンタル強いんですね、みたいに言われるんですけど、 たまにね。いやでもね、まあ僕は結構有名校でやってたんですよ。有名校でね。で、まあ有名校には全国からいろいろ集まるわけですよ。で、うん、じゃあその、全員がね、じゃあスポーツやってる全員が、 いい人生を送るのかっていうと、メンタルがあるからいい人生を送るのかっていうと、全然そうでもないですよね。全然。なんから道外す人も全然いますよ。全然いる。ああんだけ強かったのに、みたいなね。あんだけ真面目になんかやってたのに、みたいな。道外す人もいっぱいいますよ。うん。そんななっちゃったのかっていう。まあ僕も道を外した一つ、一人だと思うんですけど。 YouTube やりちゃやってんぞみたいなね。道外したと思うんですけど。まあ一般のね、レールじゃないですからね。そう,う。まあ僕はその、僕もある程度道はね、まあ政治家みたいな思い、あれではなかったですよ。そう、卓球やるっていうのはある程度決まってたのかなと、う。ん まあ、安倍さんの家に生まれたらちょっとね、難しいとは思いますし、まあ、天皇の家に生まれたらもうむず、ね、難しいだろうし、色々と。まあ、少なくとも一般的な家庭に生まれてるんであるならば、自分で道はね、あの、選べますんで、ただそれの選べる自由っていうのは、すごくありがたいことだなと思うんですよね。うんだから僕も本当に、まあ、ずっと言い続けますけども、 今のこの生活、あと久保さんのこのやりとりもそうですけども、まあ東京の会社辞めなかったら、今このやりとりもないですし、今この自由もないんですよ。僕は自分で自分の道を選んでよかったなって思います。仮にもしダメだったとしても、ダメだったとしたら自分で決めたから、 うーん。まあ、納得はするで、後悔はしたとしても納得はすると思います。だって自分で真剣に悩んで決めたんで、本当に。多分人生で一番悩んで決めたんで、辞めるときは。あれ以上悩むこともないし、あれ以上考えることはないですよ。も相当悩んで考えて決めたんで、多分納得するでしょうね。うーん、後悔はしても。うーん。そう。だから、なんか、納得、 後悔って多分ね、すると思うんですよ。僕はね。後悔ない人生ってあると思うんですけど、まあ確かにね、僕も後悔はないんですよ。今もう、もうね。<laughs> 確かにまあ死んでも後悔はあんまないんですけど、今がすごく幸せですし、ありがたいですし。でもね、まあ、人生って選択の連続ですから、例えば後悔はないけれども、例えばもう身近な後悔でしょ わあ、なんかあれ買っとけばよかったとかね。わあ、なんかそっち、なんかご飯、なんかね、ご飯そっち食ったもなんか定食へ行くじゃないですか。定食へ行って、あ、そっちうまそうやな、みたいな、そっち頼めばよかった、みたいな、身近な後悔みたいな、なんかちょいちょいあると思うんですよ。それあると思うんですよね。うん、でも、納得したいですよね。定食へ行っていや、隣のね、ランチめっちゃうまそうやな、みたいな。 でもこれは俺が頼んだんだ、<laughs> みたいなね。俺はこれ食うんだ、みたいな。その後悔はするけど納得するっていう。それは自分で決めたからね。うん。だからね、なんか後悔ない人生じゃなくて納得できる人生をって結構いいんじゃないですか。自分の人生に納得できると。これって結構いいと思うんですよね。うん。あんま言葉的にないじゃないですか。ね、後悔ない人生っていうのは、まあ、本当にずっと 使われれててままますすけど納得でできる人生ってあんんんりなななないいいいいいじゃかか聞とと思思、ね、うこね、まあ、安倍総理は納得できる人生だったのかどうかはちょっと安倍さんしか分かんないですけど少なくとも僕は今の道っていうのは納得できる道を選んだなっていう思いますね今の道納得されてますかいってらっしゃいあそうそう久保さんあの火曜日ですね もう多分もう火曜日で確定で行きますんで、あの、事故らず、事故らなければ火曜日到着できそうですから。えー、っと、お時間帯ちょっと、お時間帯何時ぐらいがいいか。はい。まあ僕はまあ、十、十時には行けるかな。どうだろうな。十時には行けるかな。 ま、十時から午後のどっかの間、まあ、お任せします。ね、朝八時とかちょっときついですけど。<laughs> あの、時間ちょっと、この時間だったら大丈夫ですよっていうのをちょっと教えていただけるとありがたいです。車いいっすよ。<laughs> 納得っすね。僕もあの、ホイールをね、あの、めちゃめちゃいろ,いろあの、検討したんですけど、納得です。<laughs> 納得。 いってらっしゃい。